皆さんこんにちは琴とふですいつもご視聴ありがとうございます今日2月14日のお昼少し前に M 博士がカナダのトラック野郎たちに送った公開書簡を日本語に訳して朗読しましたというご案内をしましたで、こちらは子どもたちにちくわを食べさせることがいかに危ないことなのかというような内容も入ってましてその他にも 心に響く内容が盛りだくさんでしたので是非ニコニコにアップしました私の朗読を聞いていただければと思います。そして文字でも必要だと多分思いますのでこちらは琴文のホームページに全文貼りました英語と日本語訳したものを琴文のホームページにアップしましたのでこちらも是非 ご利用くださいそして先ほど厚生労働省でパブリックコメントを2月10日から2月14日今日の、まあ、多分夜まで受け付けているというなんかちょっと人をバカにしたような <laughs> 案内をしているというのを聞きました厚生労働省に対するアクションも起こしてくださる方がいれば大変 ありがたく思います子どもたちの健康や命を守るのは私たち大人の務めだと思っていますどうぞ皆様よろしくお願いいたしますそれではまたありがとうございました